はい、皆さんこんにちは、キスケです。今回ですね、ドラゴンクエストライバルズの実況を始めていくんですけども、今回使っていくのは氷塊ゼシカです。はい、なんかね、レジェンドの上位の中に氷塊ゼシカの方がいたらしくって、まあそれなりに戦えるから、まあ、レジェンドの上位にいるのかなと思うので、まあ今回使ってみようかなと思います。はい、でまあ僕がデッキを組んでみるとこういう形になりましたと。はい、新カードがブラッドレディとオルゴデミーラ、以上ですね以上なんやけど、まあ、これでも強いんですよね。基本的に氷塊ゼシカって、盤面しっかり処理して、自分の盤面の、まあ、アタック4ですよね。アタック4とかのこの中型のユニットで削り切っていく、で最後メラゾーマとかテンションスキルで押し切っていくっていうデッキになってると思うんで、ブラッドレディが入ったことによってパワーがガンガン上がったんじゃないかなと思います。はい、でマミーも採用してます、今回は。うん、まあ今回ね、このマミーっていうのが結構強いと思うんですよ。うん、でツイッターとかでも、まあ、最近マミー採用してるリストとか結構見るんですよね。はい、まあ、やっぱり1段からずっと強いと言われてきたカードが、まあ、環境が固まってきて、まあ、やっぱりこいつは強いとなったんでしょうね。はい、で突撃小僧2枚も採用して、しっかりと、序盤からも負けないような盤面を作っていくと。うん、そういう感じかな。はい、いやこれ可愛いですねこれめちゃめちゃ可愛いね。いいよなこれこれ見てください、これ勇者杯2018夏優勝者すすずにより錬金ということでこれすごくね、これすごくないかこれ。改めて名前入ってんだぜ自分の、すごいなということで、こちらでねランクマッチ回っていくんですけど、よろしければチャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。ツイッターのリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それではランクマッチやっていきましょう。さあ、対戦やっていきましょうか。お相手はピサロですね。さあ、ピサロとの相性はどうなんかな。うん、今、ピサロって何なんでしょうかね。何なんやろね。うん、ランプかな。おい。何にするか。何にする？まあ一旦アメピサロナイトだけじゃアグロかランプかまだねちょっと判断がつかないので、まあどんどん戦っていきたいなとは思うんですけど、スノーモンいいんじゃないですか。スノーモン、はい、エンド。無だ、全てを無に、全てを無に。まあ僕最近ね、公式のサイト、ライバルズの公式のサイトにあんま見てないんですけど、まだカード評価、おアグロじゃんこれアグロじゃんって標準語が出てしもた、標準語が容赦しないわよ、あれだと思うんですけど、見てないんですけど、まだホメロスが1位なんですかね。うん、わかんないよね、わかんねえ。さあ後ろ、ナイス、はい、全処理。アグロって分かったらもう全処理していきましょう。はい、でキラーパンサー別に走らせなくても、まあ、4-4として置いてあげても強いんちゃうかなっていう感じなんで、それでいこうかな。まあアグロなんでワンチャンね並ぶ可能性があると。並ばんかったね並ばんかったね。うん、いやーでも顔守りたいっていう気持ちはあるんですよね。カード引いてみる？うん、シャドウ、はい、これでちょっとカード引いてみましょうかね。はい、さあキラーパンサー、じゃあまあキラーパンサー出そうか。走らない虎、無だ、足の遅い虎ですわ。うん、さあ4コスト、ミミック、お化けキャンドル、まだフェイス守られてるだけマシですよね。てかキラーバンサーこれ走れるんで、うわテンポの塊来たね、テンポの塊、はい、氷が間に合ってくれた、ありがたい。でここでワンドロー挟んでと、はい、フロストギズモ、うーん、まあこれフェイス詰めていいような気がするんでフェイス詰めます、フェイス
手札にメラゾーマ、メラミ、火力はあるし、キランパーサー、まあ走らそうと思ったら走らせることができると思うんで、もうフェイス詰めに行くか。竹槍、まあ相手から処理してくれるんでね、多分こうなったら処理、フェイス、これフェイスでかいな。ブラッドレディはこれ3点か。うーん、痛いな痛いな。さてどうしようかな。フロストギズも、後列に置いて、どこに置く、ここに置こうか。後列に置いてテンションアップで、メラミで燃やそう。でこれフェイス、はい、メラミズボンと。オッケー、さあさあ氷塊出てるからね、樹氷の竜も効果発動して、まあ、顔にどんどん詰めれると思うんで、もうこのまま行こうかなと。さあゴンズ、ゴンズはまあ処理するか。ん、勝手に当たってくれんのか、はぐれメタルか。あ違うか違うか違うかったか。さあリーサル逃しというやつをねしないように頑張っていきたいですねバズズ、バズズ強いなこれ。バズズ強いけど、まだ氷塊間に合うから、まあ樹氷の竜別に効果発動せんでもなんかこのまま押し切れそうなんで、いやでもバズズが一番安全っちゃ安全なのかな。見事貴様の勝利だ。さあ対戦やっていきましょう。先行いただいていくお相手はピサロですね。これはオルゴだけキープでいきましょうか。いやーちょっと気持ち重いな気持ち重いなこれ。テンションアップ、はい、私のターン。さあどうしようかな、アグロか、また、いや違う、分からへんな。これゾンビピサロっぽい、じゃっぽいな。ん？ゼロコスでなんか動けんの？魔力解放。その魔力解放はいいのか、うん？全然構わないですけどね。はい、構わんこともないのか。ワタボーはでっかいな。ワタボー行くか。ワタボー。エンド。アグロやったらゴーストじゃなくてあれ採用されてきそうですよね、オバキキャンドル。うん、だから多分普通にゾンビピサロかなとは思うんですけど、結構点、おお、すごいな、すごいな、すごいな、スカイマすごいな、いろいろと。フェイス、まあ、ベビーパンサー転生スキル回してピサロナイト処理していきましょうか。うん、ほい。で次のターンオルゴデミーラいけるんで、これはでかいですね。でい、エンド。相手なんか魔力解放積んであれですね、手札少ないからチャンスっちゃチャンスやな。まあけどこっちもね、氷塊が置けてないんで、それはそれでちょっと厳しい。さあ MP ブースト、まあ、先行と後攻が入れ替わったと言っても過言ではない。ドクロ洗い、これゴースト復活かな。さあ行くわよ。マミ、これも強いな。オルゴデミーラのタイムですね、はい、いやープレミアオルゴデミーラマジで見逃さんでよかったわ。交換所で毎日絶対交換所はちょっと覗いとかなダメですね、うん、オーレン処理しない。なるほど、まあマミーでオーレン止めてって感じでいくか。メラミ、マミーで止めよう。はい、処理。ホメロスとかがねちょっとここに使われちゃうとさすがにちょっとやばいんで、ここはこうしましょうか。ゴースト手札少ないからちょっと押し切りたいっちゃ押し切りたいけど、でキラーパンサーも次走れそうっちゃ走れそうやな。あ走れるねこれ。はっ、キラーバウンサーが走れますね。プラスメラミもいけるね。ブラッドレディ
いやー、やりたいこといっぱいあるな。やりたいこといっぱいあるな。いや、でもキラーパンサー走らせるのが一番丸いかな。キラーパンサー走っていく。で、どう取ろうかな。まあ手札1枚やからね、そんな考える必要は特にないと思うんやけど、あーメラミ、はい、フェイスエンド、これで私のターンだ。どうでしょう。まあ骸骨がねマミーに当たらないようにちょっと頑張ってほしい。うまいこと避けてほしいな、マミーは。さあポーレン、まあこれはしゃあないな。さあてと容赦しないわよと言いたいところなんですけども、スノーモンがやってくると、スノーモンがやってくるけど、これはまあブラッドレディ処理、キラーパンサーで処理っていう感じで、ちょっと全体除去していくか。うん、全体除去って言うんかな、全部処理していきましょうか。はい、ガナサダイでねバフかかってもちょっと嫌なんで。あ、ミスったな。プレミした。プレミした。やってんね、やってんね。いで我が血族、血族はない、なるほど。さーて、そしたらどうしようかな。パンチしてバーバラでいくか。うん、バーバラ、これで2点ダメージですよね。はい、まあ避けてほしいけどね。私見えるようになったのね。くらえ、自慢だって。4点。あー食らっちゃったか、こっちか。あー残念。さあキラパンで取ってってやった方が良かったかな。さあ9コスト進化の秘宝、いやーゴリゴリやな、結構なかなかゴリゴリですね。フェイス大丈夫か、まあ、発展回復するから大丈夫か。さあ残りライフは7点と、シルビアがあったらちょっと怖いね。オルゴデミーラ、スノーモン、突撃小僧をテンションアップフェイスと固めていこう。エンド、えい。これキラーパンサー走れへんかったん、ちょっと痛かったらちょっと嫌やな。ゴンズテンションアップ、テンションアップ。ただそれだとどうだ、リーサルじゃない、爪は殴らない。これは普通に、処理すると5、8、12、あリーサルですね。はい、パンチ、ヘイ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 ト、オッケー、対戦ありがとうございました。ちょっとプレミしちゃったな、まあ、気づけてよかったね自分で。はい、対戦ありがとうございました。さあ対戦やっていきましょうか。なんなんやろこの空前のピサロブーム、3連続ピサロ、これはおもろいな、なんか。さあ評価欲しいけど、まあ突撃小僧をピサロナイトのところに出してあげれば、これはこれで動けるからいいかな。すごいピサロが多い、そんな気がするな。さあ容赦せんよと、テンションアップ、エンド、全てを脱ぐ。さあ突撃小僧ここに出そうかな。じゃあアッキーマル、
行くわよ。マミ、突撃小僧出してグレンで取っちゃいましょうか。はい、まあ、テンションスキル次回ると思うんで、ここにね焼き尽くしてあげる。まあ、それか突撃小僧倒すまでテンションスキル使わないかってどっちかだと思うんですよ。それだと、まあ、使わんなら使わんで、もうこちらとしてはありがたいんで。はい、ん、あー、やっぱり使わないですよね。はい、スノーモン、スノーモン強いけど、どうないしようかな。メラミで取れる。いやースノーモンか、さすがに氷海田さんと魔女もいるしね。テンションアップ、エンド、全てを無。さあ4ターン目、まだあれですね、オーレンは飛んでこうへんから、まあまあまあ安心かな。でマミーもおるんで、相手のオーレンを動き封じて上から叩くみたいな、そういう動きもできそうなんで、まあ悪くないっちゃ悪くないと思うんですよね。テンションスキルは切ってこないよね、多分切らない、切らない。さーてどうしよっかな、じゃあどないしようかな。死ねないっすよね。メラゾーマ打つのもちょっとさすがにあれなんで、メラミか、うん、メラミテンションアップ。いやパンチする必要ないな。いやしとくか、うん、しとこう。まあ、パンチしといてオーレンでスノーモン取ってくれば、吹雪の魔女プラスヒャドとかそういう動きが取れるんで、そういうタクでいきましょうか。そっちか、ブラッドレディグシャーと。さあ氷海、オッケー、突撃が突撃していくぞ突撃小僧が突撃できる、ありがたい。死者の目覚め、これ全部ヒャドウとかで取れるから強いな。さあニコストの動き、普通にランプピサロを、まあゾンビですか、うん、ゴースト、氷が邪魔やな。私のターン、ドロー、フロストギズモ、これは吹雪でとりあえず抜いて、へい、抜いて、へい、あーもう一枚ヒャド使うか、うん、でこれフェイスエンド。突撃小僧ぶつかってなんかオーレンとかされても嫌なんで、それやったら突撃小僧のヘルスちょっと大事にしていきましょうか。次テンションスキルも打てるし、さばき入ってんの珍しいな、珍しい。ゴーストは動いていく、動くゴースト。さてそしたらこっちもちょっとやることがないな。ブラッドレディはありですね。ブラッドテンションアップ、パンチ、エンド、私のターン。さあどうでしょうか。7コストの動き、ゴンズ、ゴンズ、ただまあ6枚以下なんでありがたいな。私に従え、さあアッキーマル、結構細かいユニットがポンポンポンと出てきますね。うん、氷壊されていく。あーブラッドレディ強いな。フロストギズモ、ギズモ、はい、で突撃小僧動けるようにして、でパンチ、グレン、焼き尽くしていく。でブラッドレディでここテンションアップ、突撃エンド、よし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 、オッケーオッケー。とりあえず盤面テンポは取り返せたんで強いですね。
あとまあ吹雪の魔女もう一枚持ってきてもいいし、バズズもしくはまあバーバラあたり欲しいですね。ベロニカも欲しいな。ちょっとこの手札やったら死者の魂毛生えてんな。さあ骸骨、骸骨どうしようかな。何点や盤面で3、4、5、6、7、8、9、10、11、11、16か、16か16はダメだな。じゃあマミーで止めようか、うん、テンションアップ、オールフェイス突っ込め、ヘイエンド、これでどうでしょう、どうですか。さあ10コスト、まあ進化の秘宝は打てるターンですよね、持ってれば突撃、A とか当たって OK、 これはでかい、そこはでかい、ありがたい。進化、ああ OKOKOK で、でこれでグレンとオメラゾーマできっちりリーサル取れると OK、 こりゃでけ、ダークドラムもう出せんな。テンションアップ、死者の目覚めと、出せ出せ、出してろ出してろ、 OK、 ぴったしですね、よかったよかった、ほいほい OK、 対戦ありがとうございました。これはうまく回りましたね。はい、カメハメハート、はい皆さんお疲れ様でした。今回ですね、氷海ゼシカ使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。いや強いっすよね、強いあの盤面取ってから、基本的にずっともう盤面取り続けて中型のユニットで殴り切っていく、で、まあ、最終的にマミーで止めてメラゾーマ次のターンに打ったりっていう動きができるんで、まあ、やっぱり強いですよ。マミーと氷海ゼシカ結構相性いいかもしれないですよね。はい、いや強かった氷海ゼシカね、あんまりろくに使ってない僕でも結構回って、まあ、3連勝することができたんで、まあ、それなりに戦えるのかなと思いました。はい、ということで氷海ゼシカね使いたい方とか、このベロニカを使いたいっていう人はね、ぜひとも、フリーマッチランクマッチで使ってみてはいかがでしょうか。ということでよろしければチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを、バイバイ。